ライムストーン軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は23,384人であり、2000年の22,051人から6.0%増加した。軍庁所在地はグロースベック市であるが、同軍で人口最大の町はメヘイアである。軍名は軍内に多かった。 石灰石にちなんで名付けられた。テキサス州東部のインディアンは開拓者に有効的だったが、その後カヨワ族、アパッチ族、コマンチ族が地域内に侵入してきた。これらの部族は、狩猟を行い、土地を耕し、商売もうまかった。ィチタ族のタワコニシ族は、州北部の出だったが、南の東テキサスに移住してきた。1843年からは、 テキサス共和国やアメリカ合衆国と結んだ条約の相手がタワコニ氏族だった。タワコニはテワカナとも呼ばれた。軍内にあるテワカナの町は元テワカナの集落があった場所にできた。ウェーコ族もウィチタ族の氏族だった。パーカー取りで虐殺テキサス州で。 インディアンによる最も悪質な略奪行為が1836年5月19日に後にライムストーン軍となった領域で起こった。コマンチ族、カイオワ族、カド族、ウィチタ族の同盟軍が急戦の旗を掲げて密かにパーカートリデに接近した。このインディアンはトリデを攻撃し、トリデ10人の大半を殺すか誘拐するかした。18人の開拓者がなんとか、 ヒューストントリデに逃れた。パーカートリデで捕虜になったのは、エリザベス・ケロック、レイチェル・プラマーとその息子のジェームズ・プラット・プラマー、ジョン・リチャード・パーカーとその妹のシンシア・アン・パーカーだった。シンシア・アン・パーカーは後にコマンチ族の州長クアナ、パーカーの母になった。ライムストーン軍となった領域は、1825年にコアウイライテハス州の議会が作った。 ヘイデン・ハリソン・エドワーズとロバートソン・コロニーの特許土地の一部であり、それぞれ800家族分だった。それぞれに入植できる家族の数を契約することで、メキシコ政府は支配権を保とうとしていた。バプテストの精神的指導者、ダニエル・パーカーと他に8人の者たちが、イリノイ州ラモット・でピルグリム・プレデストリナリアン・レギュラー、バプテスト教会を組織した。 その会員が1833年にテキサスのフロンティアに流れてきた。この集団の中にサイラス・エム・パーカー、モーゼス・ヘリン、エリシャー・アングリン、ルーサー・ティ・エム・プラマー・デイビット・ホーケンベリー、ジョシュア・ハドレー、サミュエール・フロストがいた。現在のライムストーン群中央を流れるナバソタ川の近くにできたパーカートリでは、近隣では最初期の実際の開拓地になった。これに続いて、 その他の町が作られていった。ライムストーン軍は1846年4月11日にロバートソン軍から分離して設立された。同年8月18日には組織化された。スプリングフィールドが軍庁所在地になった。軍庁所在地は軍領域が変更され、スプリングフィールドの軍庁舎が焼けた後の1873年にグロースベックに移動された。 農地を与えられた者たちが自立できる農家や牧場主となり野生生物を買って食料を補っていた。農機具や家畜用道具の補修と維持のために周辺事業も育った。1860年の人口は4537人だった。その中で3464人は白人であり、1072人は奴隷、一人だけが解放黒人女性だった。 南北戦争の開始前に、ライムストーン軍は、住民投票を行い、525票対9票で、合衆国からの脱退を承認し、アメリカ連合国のために戦う人員を送り出した。ロックリン、ジョンソン・ファラーが、軍内最初の南軍中隊を立ち上げた。デコンストラクション時代は、物騒になり、人種暴動や政府に対する恐喝があった。 1871年10月9日には、エドマンド・ J ・デイビス州知事が、軍内の戒厳令を宣言した。1869年、ヒューストンテキサス・セントラル鉄道が、軍内コス近くまでの路線を敷いた。コスの町名は、鉄道会社の主任義士、セオドア・コスにちなんでいた。1903年、トリニティブラゾスバレー鉄道が、クリバーンからメヘイアまでの路線を敷いた。 その沿線にいくつかの町ができた。1877年、エドワード・コーク・チェンバーズがソーン・トン・インスティチュートを設立し、1881年にはソーン・トン男女インスティチュートとして認可された。この学校は学生に一種の寮を提供し、州内田園部に多くの教師を送り出した。1889年にヘンリー・ P ・デイビスがこの学校を取得し、 1891年に、ソーントン独立教育学区に寄贈した。1913年から1920年の間に、メヘアで、石油ガスが発見された。これが職を生み、人口が3482人から1922年の3万5000人にまで、急増した。メヘアでも戒厳令を短期間しく、必要性があった。世界恐慌の間に、 人口は減り始めた。第二次世界大戦の間にドイツ人戦争捕虜のキャンプとなったキャンプメヘアが建設された。公共事業促進局と市民保全部隊が世界恐慌の間の軍経済の落ち込みを緩和させた。市民保全部隊はホートパーカー州立レクリエーション地域を建設した。公共事業促進局も軍内に多くの建物を建設した。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は933平方マイルであり、このうち陸地909平方マイル、水域は24平方マイルで、水域率は2.60%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。